ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1962年11月8日那覇大会猪木寛治新リングネーム決定長沢秀之戦から改名について触れてまいります。このところめきめきと頭角を現している猪木寛治の新リングネームがこの度決まったようです。有力視されているのはチャンピオン太子の役柄であった死神州長が挙げられます。なお猪木の新リングネームは那覇大会の長沢秀之戦で発表されます。